旧尾道銀行本店、現、尾道歴史博物館。銀行店舗だった時代の雰囲気を残している。株式会社尾道銀行は、1922年に尾道市に設立された銀行で、広島銀行の前進業の一つである。本項目では、前進である尾道貯蓄銀行についても合わせと述べる。尾道は、半世紀以来、明治前半期に至るまで、 県家随一のショートとしての地位を保ち、県庁所在地である広島よりも先んじて、国立銀行が設立されるなど、県家での経済先進地の間があった。これを背景に、東高の前身である尾道貯蓄銀行が1896年10月16日に設立され、翌11月には、尾道の本店及び広島、福山の西店で開業した。この銀行は、 1890年の貯蓄銀行条例に基づき小口貯金の吸収と運用を担う貯蓄銀行の一つで、広島県下の貯蓄銀行としては、広島貯蓄銀行に次いで、最初期に設立された。設立の中心となったのは、尾道の有力商人や福山の大地主である藤井一江門など、 第66国立銀行の設立に関与した人々で同行の貯蓄部門を担うために開業したものであった。そして東港は設立翌年の1896年から1897年にかけてビンゴ地域などに4支店を設置し事業を拡大した。1921年の貯蓄銀行法制定で貯蓄銀行の免許基準が厳格化されると 県下の貯蓄銀行は普通銀行に転換するようになり、尾道貯蓄銀行も1922年11月1日に資本金50万円の普通銀行に改組され、尾道銀行と解消した。発足翌年の1923年には本店が新築、竣工し、これが現在の尾道歴史博物館となっている建造物である。投稿は、 尾道市の金融業務を受託するとともに、チャック製造の日本海兵器紹介など、地元企業の育成、支援に力を入れた。このことの背景には1920年に、第66国立銀行の後ろ身である、第66銀行他県下6行の新潟合併で、芸イ銀行が発足した際に本店が、尾道ではなく、広島に置かれ、 ついで1926年2月に同じく小野道に本店を置く西原銀行が第一合同銀行に合併された結果小野道唯一の本店銀行となった小野道銀行への地元商工業界の期待が集まったことがあった大正末年以降県下では銀行の整理統合の動きが進められ1926年1月には実現しなかったもののビンゴ銀行 福山銀行、友銀行、セラ銀行、アシナ銀行、松永実業銀行のビンゴ地域六行との合同工作が浮上するなど、東高もしばしば他高との合同を商用されることになった。東高はこのような合同工作に対しおおむね前向きな態度に臨み、1929年になって、セラ軍港山町に本店を置く、セラ銀行、高ーヌ軍、矢野村に本店を置く、 山岡銀行との新位立合併による新銀行設立の構想が浮上すると同年1月にをこの2行との合併覚書を調印翌1930年7月には株主総会を開いて合併の承認を受けた同年10月には産業合同による美奈銀行の新位立合併が認可されたため11月1日の同行会業に伴い尾道銀行は解散した 新銀行の頭取には、東高頭取であった鳥井明が就任し、12名の役員のうち半数の6名を、東高出身者が占め、東高の本店が新銀行の本店として継承されるなど、旧尾道銀行ひいては第66、国立銀行以来の尾道財界の一定のプレゼンスを示した。微南銀行は、第二次世界大戦末期の一県一個政策に伴い、 クレ銀行、ゲイソ内銀行、広島合同貯蓄銀行、三次銀行との合併を進め、1945年5月1日、新潟のゲイソ内銀行が発足したため解散となった。ゲイソ内銀行は、戦後の1950年に広島銀行に解消し、現在に至っている。尾道貯蓄銀行の設立当初は頭取りを置かず、 専務取締役の天野菓郎が筆頭役員となっていた。尾道貯蓄銀行設立時には、尾道市の本店のほか、広島、福山の2支店が置かれ、その後6支店1出張所が新設された。尾道市、久保町の本店は1923年に竣工した、鉄筋コンクリート構造、地上2階建てで、外装は、レンガ積みの建造物である。 本店の所在地である久保町は広島県の銀行発祥の地であり、他には県下発の国立銀行である第66国立銀行や住友銀行の支店1号店などが立地していたことから、大正時代から銀行浜と呼ばれた。1930年11月の美南銀行、開業後はその本店として使用され、 1945年5月の芸美銀行への新建合併の後には、同行の尾道東支店となり、ついで支店等配合で市役所前出張所とされ、2004年に店舗としては廃止された。その後尾道市の重要文化財となり、改装を得る経て尾道歴史博物館として使用されている。ありがとうございます。